あなたが同じ決断をしたことを光栄に思います。敬意を表して当時の私の決断がどのような苦い結果を招いたのか教えてあげましょう。結論から言いますと、彼は大きな成功を収めました。追跡を逃れた彼は数年間商売を続け、すぐに…では彼は当初の願いを叶えられたのでしょうか。いい、彼は私にルーサン家当主の地位を奪おうと謀反を企てたためにこのような境遇になったと話しました。結局調和の教えに倣い危険を冒して成した私の善行は何の意味もないばかりか、この選択についても私は残念に思います。今回の話は私自身に関するものになります。これは私が大久家の当主に就任した日のこと。驚いたことに夢の主は私に一通の手紙を。手紙には日常的な挨拶や彼女が旅した様々な世界の体験について書かれていました。そしてその手紙が話し合いと何の関係が。この手紙は誰が書いたものか。それはもちろん妹です。この筆跡は妹のものですから。この件を深く理解してもらうためだ。手紙の内容からするとカスビリンアート8でしょうか。今はそこで巡回コンサートをしているようですね。その通り。では彼女は流れ玉に当たったことについて。流れ玉？それは。その星では戦争が起きているだ。その歌声で人々の苦痛を和らげ、自らカンパニーの救援物資の輸送を手伝おうとしたようだが。ロビンは今どうしている？手術が成功していれば今その銃弾は彼女の首に直撃した。いや万神ともえ。これでどうして彼女がいつもあの。そんな、ロビンさん。もう過去のことですから気にしないでください。このことを皆さんに話したのは、同じように皆さんに最後の質問、最後の選択。実際何も起こりません。これはただの空想であり、ロビンが踏み出した調和の旅を。皆さんの考えは分かりました。私がこれらの質問をしたのはあることを明らかにしたかったからです。すなわちピノコニーの苦境は調和では救うことができず、本当に美しい夢の人が苦しみを受けた時の痛み、道を見失った時の戸惑い、願いが叶わなかった時の落胆、さらには絶望がどれほどのものか私はよく知っています。そして私たちは弱者に幸せに暮らすための方法を教えなければなりません。そしてその暮らしとは上流階級。あなたにとって幸せな暮らしっていうのは。いい質問ですね。人間の意識とは本質的に一種の幻想であり、自己価値と過ちが一つまた一つと人々の中に満ちていき、やがて限界を迎えると
その牢屋が連なって監獄を作り出す。それが適者生存という名の自然法則です。そして自然は常に略奪と犠牲を伴う。その反対にあるものこそが秩序なのですよ。私がしようとしているのは、全ての生き物の幸せを唯一の秩序のもとに置くこと。そうすれば、人々は苦渋の選択をすることも、人間の弱さに向き合う必要。ただ思想を説明するだけでは抽象的すぎると思うので、簡単な例を挙げましょうか。皆さんはすでに知っているかもしれませんが、いくつかの世界には、2連休または3連休、その貴重な休日に人々は生活の重圧から解放され、魂の平穏を取り戻すことが。そう、そうした日にだけ人々は弱肉強食の法則と向き合わずに、ほんの数日の幸せな暮らしを送ることができる。しかし数日という時間は長い人生に比べ、私としては社会の理想的な制度は週休7日であるべきだと考えています。日曜日の翌日、翌々日、さらに翌日、これにより人々は楽園の中で本来あるべき居場所に戻ることができます。ある人は銀河を見上げ、孤立した世界ペガーナまでの距離を計算することに全力を注ぐ。もう現実世界の苦しみを背負う必要はない。こうすることでこそ人間。ホタルさん、ロストエントロピー症候群を患うあなたなら、これが何を意味するのかわかるのではありませんか。なんか完璧に聞こえる。代償は何なの？代償は取るに足らないものですよ。ただの私という個人の永遠の犠牲です。覚醒、それってつまりその楽園も夢ってことだよね。なら楽園に足を踏み入れることは現実世界を捨てることを意味してるんじゃないの？捨てるのではなく超越するのですよ。人の肉体は弱い。物質が精神的苦痛の根源であるならば、私たちはそれに打ち勝たなければなりません。でもそういう幸せの中で人々は苦痛に打ち勝つこともなければ、その機会も永遠に失ってしまった。言い換えればこれは、そう思う言われても構いませんが、逃避は恥ではないでしょう。むしろ誰の心にも逃避の種はある。ホタルさんも、生命体はなぜ眠るのかという疑問の答えは、夢から覚めるのが怖いからだと思っているの。しかしそれは異形とは矛盾しません。そのことを認めなければ、私たちは人間の弱さを理解。私はサンデーさんが生まれながらの指導者であることは認める。あなたは人間に対して悲観的でありながら否定する心を持ち続け、全ての生き物を平等に憐れんでるから。でも私はあなたと違って自分自身のために生きてるの。だから私は、人間が自分のために選択するのは当然のことで、生まれつき持っている権利だと思う。逃
皮は弱者の本能かもしれないけど、誰が弱者なのかは他人が決めるべきことじゃない。弱者に見えてるの。私は自分が弱者だとは思わない。ホタルは自分の意見を述べた。私たち請求列車も答えを出しましょう。あんたに任せるわ。ミハイルさんが言っていたように、彼に私たちの選択を教えてあげて。ここは…ここに見覚えはある？ミシャ。はっきりとは言えませんが、見覚えがあるような気がします。ここは夢の泡よ。私たちの意識は夢の泡の中に入ってる。無教ショップのドクターエドワードから教えてもらったんだけど、だからホテルのドアボーイとして請求列車の友人の中で、夢の泡にはあまり詳しくないんですが、皆さんはこの大きな家が何なのか知りた。お願いね。姫子、まだよく分かってないんだけど、どうしてミーシャがこの夢の泡と関係あるって断定できるの？断定はできないわ。これはただの推測。でもミーシャがここに見覚えがあるのなら、あんたとホタルはここで死、今は眠り。今の問題は誰があんたたちをここに連れてきたのかってこと。私たちは再び真実の核心に近づいてる。わかった。でもここドアだらけだよ。そうですね。確信はありませんが、試してみましょう。いきなり正しいドアを選んじゃうなんて不思議ですね。ここはホテルとは全然違う。僕の記憶が正しければ、あの廊下を進むと反対側の部屋はおもちゃが置いてある部屋です。いえ、でも
そんなはずありません。それは記憶喪失かもしれないわね。心配しないで、ミーシャ。誰だって過去を忘れ、ここに見覚えがあるなら他の部屋にも行って、もっといろいろ思い出せないか試して。わかりました。ではさっき僕が言った2つの部屋を。ミハイル、そう、この名前。それで彼は誰と話してるの？すみません、時計や何か思い出した。ミハイルはおじいさんの名前です。おじいさん？どういうこと？でも私たちがこれまでに聞いた話の中に時計。ミシャ、そのミハイルおじいさんのこと詳しく教えてもらえるかしら？はい、もちろんです。ミハイルは航海士で、いつも家を留守にしていて、大勢、あとミハイルはおじいさんと呼ばれるのを嫌がってましたね。まだ若いのにお年寄り見た。ミハイルは戻ってくるたび僕に航海日誌を見せて、海での出来事を話してくれました。僕の夢はミハイルのような冒険家になることなんです。確かに時計屋とは関係なさそうだけど、本当にただの同姓同名なのかな。それでそのおじいさんは今どこにいるの？ミハイルは次の旅に出ました。それにしてもクロックボーイはどこに行ったんでしょう。ドリームタウンを守りに行ったんでしょうか。ここは死ぬ覚悟です。部屋の中でかすれた声が。折り紙の小鳥？それは折り紙の小鳥とも友達なの？はい、折り紙の小鳥はクロックボーイやミラーさんと同じ。彼らはミラーさんの指示に従って船で様々な仕事を担当して。船乗り？折り紙の小鳥にそんな設定あったっけ？ミシャ、そのコンパス号についてもう少し詳しく聞かせてもらえる？コンパス号は新大陸に向かうための船です。クロックボーイや仲間たちを乗せて幾重もの霧を抜け。素敵な物語ね。でもピノコニーのアニメだとクロックボーイと仲間たちはずっとドリームタウンに住んでいて。あ、確かおかしいですね。僕クロックボーイには私たちの知らない過去があるのかもしれないわね。水の音がするような。そういえばあんた言ってたよね、この先にすごく大きな噴水があるって。ほら、ここだよ。池の水は宝石のようで、帆を上げたすべて漂白の日々、波に反射す。ミシャ、また何か思い。今のはミハイルの航海日誌に書いてあった言葉です。おじいさんは海に出ると危険な目に遭うこと。その瞬間は家族のもとに帰ってきたような感じがして。ああ、その気持ち、うちもな。ふざけないで。ちょっと考え。故郷を離れた冒険者なら誰しも心の中にこういう噴水があるのかもしれないわ。大海原の向。はい、ミハイルが家にいるときはよく、その度いつになれば僕もミハイルみたいに冒険に出られるのかって。ミーシャの言うミハイルは。そうね、ミーシャの話からすると
夢の泡の中の。でもそうなるともっと謎が増えない？ミーシャ、もしかしてこれって何かの比喩？お、すみません、僕にもよくわからなくて。でも記憶は噴水。もしかしたらもう少し先に進めばもっと思い出せるか。